きましてありがとうございます。さあ、開幕カードからね、ちょっとビジターの試合が2カード続きまして、ちょっと久しぶりの DoDo マリンスタジアムという感じですが、本日もご来場いただきましてありがとうございます。改めましてイベント MC 小夏とみももです。はい、よろしくお願いします。さあ、この後ステージ17時5分からダンスショーが始まるんですが、その前に今日のイベント情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずですね、今日はご来場の皆さんにプレゼントがあるんだよね。はい、試合やイベント、そして来場者特典などの日にちが記載されているマリーンズの卓上カレンダーを L ゲートを除く各ゲートで皆さんにプレゼントいたします。はい、すごいコンパクトなサイズになってね、はい、どこでも置けるものとなっておりますので、皆さんぜひ使ってください。はい、そちらをねチェックしていただくと、あ、明日はファンクラブデーだなとか、明後日は千葉ユニフォームの日だなとか、はい、明後日は石川選手の誕生日だなとか、いろんな情報がチェックできますので、ぜひぜひまだもらってない方は今日必ず、ゲートの方でもらってください。はい、続きまして、あのちびっこのみんなさ、今日って入学式だった？あ、違う？今日そうだった？まだなのかな？今日ね、あの入学式のお友達ちらほらお姉さんも見かけたんだけど、はいはい、春休みはじゃあもう終わってるの？もう新学期始まってる？ね、そんなちびっこのみんなにお知らせがあるんだよね。はい、今ですね、マリーンズ似顔絵スタメンコンクールの作品を募集しております。はい、こちらあの中学生以下のちびっこのみんなを対象としていまして、はい、こちらの優秀作品賞に選ばれたちびっこには、うん、5月4日6日に ZOZO マリンスタジアムで行うコアラのマーチゴールデンウィークエンジョイスタジアムで、この試合前のスターティングメンバーの発表時に、この選手紹介の映像でマリンビジョンにこの描いた似顔絵が映されます。はい、みんなの描いた絵が優秀賞に選ばれるとスタメン発表の時に使われるという。そうなんです。これはすごいよね。はい、ぜひ似顔絵でね、選手のことをぜひ応援してください。はい、さらにこのスタメン発表に選ばれた場合はプレゼントもあるんだよね。はい、選手のサイン入りのグッズがもらえますね。表彰状がもらえるんですって。表彰状です。すごいよね。はい、でもさ、これって当日のスタメンの選手 DH を入れて10名しか選ばれないわけでしょ。はい、なかなか狭きもんですよね。狭きもんですけど、はい、みんなの絵をね、ぜひ見たいので応募してください。はい、これ応募すると何かなんかもらえたりしますか？はい、参加賞にあの学校でもね使えるようなマークンファミリーのミニノートもプレゼントしています。ミニノートがもらえるんですね。はい、そしてですね、はい、作品全部応募してくれたものは、はい、ZOZO マリンスタジアムのコンコースに飾られますので。飾られるんだ。はい、はい、ぜひ皆さん応募してください。応募がですね、はい、締め切りが今週の木曜日の11日までと迫ってるんです。もう明後日ですね。はい、なので今日あの211通路付近にあるキッズスクエアで15時15分からマリーンズ似顔絵スタメンコンクールのお絵描きイベントを行います。はい、19時15分かな、試合が始まってちょっとしてからね。はい、15時15分です。はい、まだねあの応募してないというお友達はぜひキッズスクエアに19時15分に来てください。はい、はい、その他この用紙はどこに行ったらもらえますか？この用紙はあのマリーンズカスタマーセンターにチラシがございます。はい、球場を入っていただきまして203-201かな。はい、一塁側三塁側にどちらにも置いてあるので、はい、詳しくはチラシをご覧ください。はい、このねチラシの裏側がもう応募用紙になってます。はい、あの自分でね紙を用意して書いてもらってもいいし、この用紙に直接書いてもらってもいいので、皆さんぜひぜひ応募してください。はい、お願いします。何かわからないことがあったらね、あのマリーンズカスタマーセンターで聞いてもらえるといいかなと思います。もうあさってに締め切りが迫ってますので、ちびっこのみんなはぜひチャレンジしてください。お願いします。はい、さあ続いてこのボールパークステージのスケジュールご紹介しましょうか。はい、この後17時5分からマー君、リンちゃん、ズーちゃん、エムスプラッシュのダンスショーをお届けします。はい、こちらのマリーンズファンの方はもちろん、はい、バファローズファンの方もぜひ試合前はイベントこちらのステージで盛り上がっていきましょう。はい、今日はちょっと寒いのでね、はい、あの皆さんも声出したり手拍子したり体を動かしてね、はい、はい、楽しんでいきましょう。はい、さあ続きまして今日は試合中にもイベントがあるんだよね。はい、2回の裏終了後からのスタートです。はい、こちら204通路付近で
リンちゃんと一緒にお写真が撮れる撮影会を実施いたします。今日は2階の表、終了後からのスタートです。ちょっといつもより早いです、はい、お間違えないようにお願いします、はい、カメラを持っている方であればどなたでもご参加いただきますので、誰でも OK です。はい、ぜひ2階の表終了後に204通路で行います。ぜひ来てください。はい、お待ちしてます。はい、ではこの後はダンスショーに移るんですが、その前にステージの周りの観覧エリアだけお願いしましょうか。ご紹介をね。はい、はい、ステージ前のスペースはこちらダンスショーで使うので開けておいてください。はい、そしてグレーのクッションがある席はちびっこ限定席です。まだ空いてるので、ぜひちびっこのみんなは一番前でイベントをお楽しみください。はい、ベンチの置いてあるエリアは誰でも観覧できるエリアですが、撮影はできません。イベントの様子を撮影したいという方はこちらのコーンの外側の立ち見エリアでご覧ください。はい、はい、立ち見エリアであっても、あの一脚三脚脚立といった補助具を使った撮影はできませんのでご了承ください。はい、皆さん今日もルールを守ってボールパークステージ楽しんでいってください。はい、それでは間もなくダンスショーが始まります。皆さんそのままでお待ちください。ありがとうございました。